はい、見たことのないぐらいボールの数があるんだけど。緊急事態宣言も解除されまして、初めて夫婦でキャンプに行きたいと思います。泊まりのキャンプ初めてか、ね、ということで今妻が仕込んどりますわ。なんか今回料理担当は妻なので、僕は火起こし、テント立てなどやります。頑張ってください。料理はお任せしてます。7時20分、おはようございます。あ、ちゃうわ、ジャンボ出ない声ジャンボビートナイトです。この度もご視聴ありがとうございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、本日なんですけども、初めて妻と一緒に泊まりのキャンプに行くことになりました。そして今年1月に購入したノルディスクのレイサ6レガシーをようやく立てます。まあ、初めて立てるのでね、うまくいくかどうかわからないんですけども、まあ、一人では立てれるみたいなので大丈夫だと思うんですけども、まあ、妻もいるので、協力しながらね、やっていきたいと思います。まあ、ほんと久々の泊まりのキャンプなのでね、非常に楽しみにしております。はい、それでは向かいたいと思います。よいしょ。よいしょ。よし、じゃあ、行きますか。行きましょう。それでは、行ってまいりまーす。I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one to find myself lost in old conversations. Oh, 'cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. 'Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Hi.そのわけで着きましたよ。笹百合の湯キャンプ場でございます。結構今日人来てますね。レイサ6レガシーをね、初めて建てたいと思います。そしてなぜか知らないんですけど、内藤さん、お久しぶりです。なんでコミみたいな感じになってるんですけど、昨日、一昨日ぐらいか、連絡した時に僕も行きますってなってて、じゃあ俺もってなりました。僕一人で立てるんですけど、無理だった場合妻と一緒に立てるので、あのノブ君にああでもないこうでもない言ってもらいながら立てようかなって思ってます。監督ですね。監督俺レガシーを見たことないですけどね。よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、はいはいはい、頑張ってください、はい、こんな感じです。今日はうちは一応2人なんですけど、パンパンですね。もう早速立てるわ。レガシー、あー本当重そう。マジで重いから。こんな感じですよ、いつも。これで20キロぐらい。もういいんじゃねえか。やっていくわ。ここでいいかな。ここに、うん、ここにこう立てていい。いいよ。一人で立てれるっていう松本さんが言ってて。はい。でかいね。はい、こっちも出しますぜ。なかった？うん、なるほど。こんな感じです。中身はこっちはこんな感じ。Don't worry って書いてますね。見たことのないぐらいポールの数があるんだけど、ちょっと見てこれ。こんなポール。俺前ソロ用のテントちなみに1本だからね。ポール。で。大きいなぁ。でかっ。これどっちが頭だ。あっちが頭だな。これ何これ何これ。テントぐるぐる縛ってたやつだよ。あちゃうわ。シルバーシルバーどうだった。あっぶねー。
絵本ぐらい文字数少ないですね。すごい簡単な説明書。危ないぞーらーぞーいつか車カウントしてで私にすごく怒られる。OK、いけるでしょう。熱中症になるな、これ。山のようにペグが入ってる。こいつが重いな。キャンプは。よし。ここに返しがついてるから、外れにくくなってる。よし。じゃあもう今からペグダウンだから。あ、これもう買っちゃいました。なるほど、分かったぞ。この穴に入れないといけない。これが大変そうだね。ああいけそう。入った一気に大学使ったから。最初僕前から打ってたんですけど、後ろから徐々に立てていくって感じでしたね。これも立ってるもんね、後ろ、見守る。キャンプやる人なんでしょ。こんなもんじゃないか。おお、とりあえず立ったんじゃないの。完璧じゃないですか。大体さ、簡単でしたね。後半一人じゃ無理だったので、のぶくんに手伝ってもらいました。いやめっちゃ見つめてきたからさ。めっちゃ見つめて、のぶくんもね、こう内藤さんにね、一人でって思って多分椅子座ってたんだけど、3分に1回立ったり座ったりで、そわ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 、何回も抜き直してるから、ペグを。初めてだったので、でもとりあえず立ちました。まだ中張らないといけないので、中にあれがあるから、寝るところとか。ちなみに一人じゃないから。もう安心だから。オッケーオッケーオッケー。落ち着こう。どうした、なんか忘れた。あスリッパ忘れたね。もう俺これ以上無理だから。これ以上無理だから。のぶくんのテント。そうこれ見て見て、アルペンで見て、アルペンで見て見て、これ寝室です。すげえわ、すごーい、広い、おしゃれ。おお、すげえ、立てた立てた、やるじゃない。ナチュラルアウトドアさんのやつですね。下にも収納するところがあって、まあ妻がこれがいいっていうことで。その理由は、はい、こう食材で蚊とか虫が来そうなお肉とかをとりあえず切ったら、ちょっとまだ使いかけなんだ。こうやって、うん、ファスナーができる、うん、なるほど、しまっとらへん。横にかけれるの。鍋をかけたりだったりとか、ゴミの袋をかけたりだったりとかができるんですよね、うんうん。あとこれも立ってますから、暗くなっても、ここにランプかけれるんですよね、うん、いいじゃん。
来ました。はい、こんな感じで、まあ全然一人ではねまだまだ立てれませんでしたので、のぶくんに手伝ってもらいましたが、めちゃくちゃいいわ。でもやっぱ広いね。いやーすごい、なんかやっぱ天井高いといいね、全然リラックス感、うん、はい、今日のメニューはお昼はハンバーガーにします。イエーイ。妻が今から料理は作るので僕は火でも起こそうかな。はい、ちょっとまだまだね慣れてないので時間かかりましたけども、まあ、今後練習してもっとね一人でも立てれるように頑張ります。とりあえずこの動画はこれで締めます。笹百合の湯キャンプ場で、一応今回は2日間いる予定なんですけど、まあ、今日は撮影して、まあ、明日からはちょっとゆっくりねしようかなと思ってます。また次の動画でお会いいたしましょう。ビートナイトとノブでした。はい、ありがとうございました。それではまたね、バイ。次の動画ジャンボビートナイトです。